城さん、しのすけさん、いとちゃん、りゅうへいさん、ジョージさん、りんたろうさん、かりあげくん、せいりゅうさん、ねねとしさん、ゆうちゃん、やすべさん、かりあげくん、いっちゃん、ひららりんこさん、あべちゃん、りんたろうさん、こんさい、BC ハウスさん、おすぎやさん、はり、はいねこさん、むろいさん、つのさん、たまたこさん、さゆっちょさん、バラピーちゃん、なりたさん、しんのすけさん、よっしーさん、まるめろさん、さいたま、やまずいさん、おはようございます。え、そう、さっきさっき起きた。あ、7時半にアラーム、今日夜は配信はできないんですよ。ちょっと朝してます。名護翔さん、キャベツの炒めさん、まさちさん、すなちゃん、かやはらさん、くくるさん、ひろとさん、ミシェルボーイさん、おはよう、まにまにさん、レイジありがとう、エリックさん、キモさん、ひろとさん、おはよう。今日もそう、レッスンがあります。すごいギリギリ、寝てしまった。ひみさん、元気くん、むんさん、ひでとさん、ありがとう、おはよう、ありがとう、あにあせよう、うしさん、まるあさん、おはよう、話し会さんが、お、待ってました。たくさん入って、ありがとうございます。もう何もしてないです。もうなんか眠すぎて、本当はもっと早く起きてなんかやろうかなって思ったんですけど、どう、眠くてダメでした。久しぶりでごめんね、本当。じゃあお久しぶり、ねねさん、おはよう。西江ボーイさん、かわいい、ありがとう。須田さん、バラありがとう。成田さん、ハートありがとうございます。なんか昨日さ、お風呂浸かろうと思って、なんかお湯なかったけん浸かれんかってさ、昨日なんかぬるいお湯でシャワーだけしてからめっちゃ寒かった。ありがとう。今腰調子いいんですよ。サラミさん、おはよう。でもいいですね。なんかもっとさ、学校ある時とかだったらもっと早起きにはいけんかったけど、今はこうやってギリギリに、配信ギリギリに起きることができる。サークさん、おはよう。スラミミさん、おはよう。ユナイテッドさん、おはよう。こちら、じゃあハートありがとう。でもなんか風邪ひ、もう風邪ひいた気がする。サダイさん、おはよう。よしかなさん、どなたこさん、おはよう。しんさん、おはよう。女の子の、嘘。くまさん、おはよう。ちひるさん、おはよう。しんさん、おはよう。バイト頑張って。すごく眠い。いや、本当に何も、本当に寝起きなんです。なんか ライトつけてないけん、ちょっと恥ずかしいけん、報告しと。なんか花粉はなんか薬の飲んでって楽になった、ちょっとは。しんのすけさん、どうぞ、ありがとうございます。寒かったんですけど。サルゴさん、おはよう。いとちゃん、ハート、りゅうへいさん、かわいい、ありがとうございます。こちら。方言、アイスルームさん、おはよう。いとちゃん、ハートよく、ありがとうございます。眠い。
もう寝たい、寝る1ヶ月ぐらいずっと寝て食べるっていう行為を繰り返したい。昨日さ、昨日からダイエットしてるんですよ。もうすでに 1.5 キロ痩せた。なんか昨日めっちゃ我慢したらさ、なんか昨日だけで痩せ、結構痩せた。ゆうじさんおはよう、コロさんおはよう。私ね、髪の毛そんな寝癖つかんのよ。そう、パラフィーちゃんかわいい、ありがとう。強いでしょ。1ヶ月だけやってみたい。マスクさんおはよう。15分、あ、せビンゴ。1ヶ月やらない、5日間だけなんか短期でやるって決めとって、昨日なんか何も食べない、なんかリンゴとね、さつまいもとね、プロテインだけみたいな。いや、ダイエット やったらなんか 1.5 キロも昨日落ちとってびっくりした。なんかこんな落ちるんじゃと思って。指導官天パン滝さんおはよう。場合にね、何も、でもなんか自分の場合なんかそんな痩せるって書いてなくて、でもなんか多分自分の場合動くけん余計落ちるんだと思う。そう、そんな感じかな。でも昨日もレッスンあったけん多分それの影響だと思います。1ヶ月も簡単に10キロぐらい太りそう。そう、みなりさんおはよう、仕事行ってらっしゃい。さんさんおはよう。そう、効果がね、すぐなんかそんな落ちてると思わんかって。ね、もう本当に食べたい。今すごいあの北海道蒸しチーズケーキとか食べたい。わかる？北海道蒸しチーズケーキみたいな。あ、わかるかな？あれをすっごい食べたい。あと、ポテチ。食べたい。幸せバター味。ね、体壊さんようにね。ありがとう。ニキビできた、ほら。鼻に、だから隠してるんです。そうそう、でもすぐ多分戻ると思う。でももう4周年あるけん、もう追い込みってかもうことでもういいやみたいな。多分でももうすぐ戻ると思う。なんかダイエットの先生が、ダイエットの先生、あ、間違えた、ダンスの先生がなんかカロリーメイトだっけ、なんだっけ、カロリーメイトじゃないや、なんだっけ、名前忘れた。あ、ソイジョイ、ソイジョイだけを食べるみたいなダイエット、でもあれは無理でした。そう、北海道のマークのついてるやつ、あれ美味しい。間違えた。まあ、頭回らん、でもダメ、でもね、頭食べんかったら頭回らんない。デイシーさんおはよう。そうそうそう、ダンスの先生がなんかソイジョイしか食べないダイエットみたいなやつ教えてもらったんでやったんですけど無理だった。さあ、 DSA さんおはよう。いや、食べたいもの、とりあえず本当に北海道チーズ蒸しケーキが昨日から頭の中をずっと駆け巡ってる。大阪のフルシールスターさんかわいい、ありがとうございます。ディエスさんハートありがとう。そう、頭が回らないんです。北海道、しかも北海道チーズ蒸しケーキのなんかホイップクリームでサンドしたやつがコンビニに売ってあって、たこの前食べたんですけど、美味しかった。もうあれは、あれを、あれはほん、あれ大好きなんです。私買ってない、もう買ったら食べるけん、もう本当に辛い。
ダイエットの先生おらんでもなんかダンスの先生がねすごいね、やっぱ細い人がおばっかりじゃけんね、よく教えてもらっよるたーくん、ズラッタくん、おはよう。なんかダンスのなんか先生とかはなんか見た目じゃなくてなんか軽い、体が軽い方がダンスしやすい気がするみたいな言ってました。ティユーさん、おはよう。おいしい北海道チーズ、あれをでももう食べたくてずっとでも我慢してた昨日から。いいな、北海道行ったことない、元気たいよ。え、チョコあるん、あれチョコあるんですか。美味しいよね、あれは。もうでも、もうあれはあ、絶対終わったら爆食い しちゃるって言ってて。そう、ゴキブリさん、サーディカー、なあたちゃん、おはよう。そう、でも体軽い方がダンスしやすいから痩せるって言ってて、なんかそうプロだなと思いましたなあたちゃん、おはよう。でなんか自分もさ、プロ意識持とうと思ってコンビニで、え、どうじゃ、スーパーとかだったら売ってあると思う。え、もちろん、あ、でも4周年終わったらさ、すぐさ、なんか同窓会みたいなのあるんですよ。じゃあそれまでは同窓会終わったらすぐ食べる。高校卒業しました、月影さん、ありがとうえ、自分の爆食い本当にもうコンビニで5000円ぐらい使っちゃうで1回で3キロは家で太っちゃう。鳥取太郎さん、おはよう。北海道行きたい。え、なんかバターアイスあんまり、なんかバター、うん、そんなに食べようとは思わんかった。4月のお話し会はね、4月3日と18と、あ、17と18です。鈴木一郎さん、おはよう。え、でも本当に5000円ぐらい使っちゃって、金欠なのに。食べ物、なんか全部です。ご飯、デザート系、ジュースとか、そういうの全部含めて。タッキーさん、おはよう。スーパーとかドラッグストアの方が好き。あ、でもなんかめんどくさい行くのなんかコンビニの方が近いけん行っちゃう。ゆきさん、おはよう焼肉、え、なんかさ、焼肉、あー、まあ、うん、え、家でさ一人で食べたいんよいや、でも今月はねあれなんで。コンさん、やっほー。コンビニのスイーツが好きです。え、あれ、あ、戻った、よかった。え、なんかやばい、15分経ってない。